こんにちは。遥かなる時の中で5、初見実況プレイ、続きをやってまいりたいと思います。よろしくお願いします。遥かなる時の中で5。高杉さん、こんにちは。さあ、やっていきましょう。あ、そうそう。以前ね、横井湘南先生のことについて、いろいろ話しましたけれども、結局、死因はね、暗殺ですよっていうことをコメントで教えていただきました。ありがとうございます。そうでしたね。あ、ちなみに、ゲームの中でも若くしてとか言った気がするんですけれども、去年61歳ということで、まあ、そこまで若くないと、まあ、反対に言えばこの若者が活躍する幕末において、まあ、50代後半ぐらいで、まあ、いわゆるなんて言うんでしょうね、先進的な考えを持つことができたっていう意味ではやはり、先の見える賢者であることに違いはないと思います。さあ、で話の方なんですけれども、一回現代に戻ってね、砂時計を補充してから来ました。上限も下がっちゃうんですよね。さあ、そして、足です。で、西九条に行くところなんですけれども、まあ、その前にちょっと西本願寺で寄り道ができそうなので、行ってみましょう。新選組がいるんですね。びっくりした。さあ、あれが新選組の新しい豚書。ああ、大河ドラマで見たな、なんかここ映ったところをなぜかここだけ覚えてる。沖田を迎えに行くのか？ならば俺はここに残る。まあ、これがね、新選組と長州藩の人が、の敵対関係を何とかしないことにはね、頼んだぜ、お嬢。え？私が行くの？反幕府勢力を取り締まるのは新選組の仕事ですから、彼らは基本的に近づけません。それじゃあすぐに行って戻ってきますね。話が通じるでしょうか？無理だと思うんですけどね。局長も分かってくれる人だと思うんだけれども、それでもだよね。止まれ！これよりはさ、実機、立ち入ることを許さぬ。総司さんを呼んでもらえますか？ダメだ、さっさと立ち去れ。でも海に来てほしいって総司さんに言われているんです。立ち去れと言ったのが聞こえなかったか？歯向かうのなら容赦はせぬぞ。あ、見てくれてた。おい、何を。待て、その人のことなら沖田さんから取り次ぐように言われている。お前たち今呼んでくるからそこで待っていろ。分かってくれる人がいたね。たく、態度悪いな。それにしても新選組の豚書ってこんなピリピリした雰囲気だったか？もしかして暗殺の噂と関係あるのかな？ね、内憂外患というか、新選組もね、外に敵だらけだけじゃなくてさ、打ち上げも萌え萌えも結構してるんですよね。お、総司さん来た。こんにちは、ゆげ子さん。どこかに行かれるのですね。僕も行きます。え、いい。総司さん、そう、まあね、そういうことじゃなくて、今度こそね、志で一緒になりませんか？その前に聞いてもいいですか？龍馬さんのことで、新選組に何か命令が出ているか、近藤さんに聞いてみるって話。ああ、そのことなら、もう確認しました。引き続き監視するというだけで、切れという命令ではないそうです。命令はないそうです。よかった。それじゃあ、龍馬さんを狙っているのは新選組じゃない。今は忙しくて、それどころではないようです。ああ、やけにピリピリしてるみたいだけど、何かあるのか？はい。上様をお守りしろと命令があるので。将軍暗殺の噂、新選組が動いているのはそっちか。でもそんな時に豚書を抜け出して大丈夫？そうですね。でも、近藤さんに行っていいと言われましたから。行きましょう。近藤局長はさ、もちろん八王ではないしさ、ねえ、そこまで、そういった、なんていうの、巫女の伝説とかも、ね、関わってるわけじゃないけど、本当に理解ある人ではね、人間的に、ゆえ子のことを信頼して、行ってよって言ってくれたのかな。相変わらず、つかみどころのないやつだな。あるいは、あえてね、総司さん入れることで、こちらの情報を探ろうとしているっていう腹だったりするかもしれないけど、お、総司さんイベントですよ。ないけど、ないけどある。って感じ。
30、あ、10多いよ。ちょっと豪華なやつだね。ということは結構いいイベントなの。いや、50減るけど、すごい減るね。7章ってどこまであったっけ。まあ、行きましょう。使ってこ。お。立ち話してるね。しかしな、なぜ新選組が、ご公儀に背くような見つめを受けなければならないんだ。お？ん？上様あってのご公儀だ。上様のために働けるとは名誉なことだろう。だからってご公儀の命を盗んで見つめを果たすなど、しかもあの宰相殿まで欺くとは、あの人を敵に回すと考えるとそら恐ろしい。宰相殿は何でも見通しておられるというぞ。何しろ聞いてた。お、沖田さん、見張りご苦労様です。今日もいい天気ですね。はい、ゆり子さん、今は普段より警備が厳しいので、あなたを奥へ通すことはできません。はい、でも教えてください。お、言っていいの？いつになったら、宗司さん戻らなくて大丈夫。聞いちゃう？ねえ、宗司さんはなんか聞かなかったことにした体でいてくれてるけど、それでも聞いちゃう？気になるもんね。今、大使の人たちが話していたのはどういうことですか？さあ、よくわかりません。あまり興味がないので。僕は、近藤さんの命令に従うだけです。行きましょう。ああ、これは本当に知らないな。本当に興味がないな。いや、でも、なんとなく、だよね。新選組はやっぱり、宰相殿のやり方に、心ゆく思わず、近藤さんと土方さんあたりで、独自の行動をしようとしてるんだろうな。だから、おそらく我々の味方だよ。まあ、それだけに、彼ら二人がね、甘みにやられないように、守ってあげないと。さあ、掃除さんイベント。さあ、今日は新選組イベントから始まります。お、これはボイスが入りそうな予感。なんだろう、随分賑やかだけど、何かあるのかな。宗司さんと子供たち？ちえ、また宗司が最後かよ。何？最後になったら勝つ遊びってなんだ？いろいろあるけど。ボイスだかと。そうみたいですね。宗司お兄ちゃん、すごい。虎吉とは大違いだね。あ、ベーゴマか？あ、違う。かくれんぼでした。なんだよ、それ。お前だって、すぐに見つかっただろう。あんたよりは、後だもん。二人とも、喧嘩はダメですよ。早く休みましょう。そうだよ。早く続きをやるぜ。次は虎吉が鬼だろう。一緒に遊んでたみたい。宗司さん、子供好きなのかな？少し意外。え？何？お、お姉ちゃんもかくれんぼ、する？あ、かくれんぼ？大人になってからやってないけどさ、大人になってからこその本気かくれんぼしたよ。ゆえこさん、国籍を偽るとかさ、身分証明書を変えるとか、私じゃないです。こちらへいらしてたんですね。なんだなんだ、掃除の知り合いか。お姉ちゃんも一緒に遊ぼう。私も一緒に。そうですね。よかったら一緒にどうですか？ああ、具合悪かったんだ。宗司さん大丈夫ですか？宗司さんも春兄に見てもらった方がいいんじゃ。僕なら大丈夫ですよ。というね、一幕があったけど。体、本当に大事にしてください。はい、ありがとうございます。やっぱり気になる。どこか違和感があるような。ゆえこさん、ねえ、早く始めようよ。あ、ごめんなさい。じゃあ鬼は、大内さんとか言うとすごいひどい言い方になるのかな。俺だよ。ほら、数えるからさっさと姉ちゃんも隠れて。いかん、血のりがないとどこに隠れていいか分かんない。ちょっと西本願じゃ血のりがないぞ。負けそう。1、
2、3。さ、あ、早く隠れなきゃ。ではでは。優しいね、掃除さん。私も早く隠れよう。どこ隠れる？どこにしようかな。選べないの。あ！これは、ルイコさん。その声は、掃除さん？どこ？こっちですよ。まさか、木の上にいるんですか？はい。よければ隣、空いてますよ。どうしよう。ここ選べる。ゆえこ木登りスキルがあるかどうかまだ不明だけど。それじゃお邪魔します。はい、どうぞ。まずは木の幹に足をかけて。ゆえこさん、あと少しですよ。おお。掃除さんは小柄に見えたけど、これはユエコの方がもっと小柄だからかな。ここならそう簡単には見つからないと思いますよ。もしかして掃除さん、さっきも同じ場所に隠れてました？さあどうでしょう。それは掃除、どこだ。今日こそお前を鬼にしてやるぞ。なんだ、気のせいか。掃除、いたら返事しろ。見つからないんだね。子供は上を見ない。危ないところでしたね。はい、虎吉君は向こうに行きましたから、これでしばらくは持つでしょう。そうですか。掃除さんを見ていると、いつもどこか違和感がある気がする。ゆえこさん、先ほども僕の顔をじっと見ていましたが、どうかしたんですか？掃除さん、楽しいですか？楽しいですか？違うね。遊んでる。あげてるんだからね。笑わないんですね。笑ってなかったか？でも、ちょっと聞いてみようか。笑わないんですね。いやー、多分私、4人目だと思うのとか言ったらどうしよう。掃除さんって、全然笑わないんですね。そうですか？かくれんぼ、つまらないですか？いいえ。楽しいですよ。それならどうして笑わないの？何のことでしょう。掃除さんの顔を見ても心の底から笑っているようには見えないんです。笑っていますよ。でも、ああ、掃除姉ちゃん見つけた。ああ、見つかってしまいましたね。姉ちゃんも早く来いよ。うん、ちょっと待ってて。じゃあ次は僕が鬼をやりましょうか。今度こそ絶対見つからないからな。お姉ちゃん、私のことは早く見つけてね。ほら、ゆえこさんも早く隠れてください。はい、わかりました。うん、はぐらかされちゃったね。話が途中だったけど、掃除さん全然気にしてないみたい。これでいいのかな。謎が多いね。今までで一番謎が多いかもしれないね、全ネオロマ作品の中で。ね、ちょっとヨステビトみたいな感じの人は何人かいたけどさ、その中でもわからない。でも今のはちょいイベに当たる。あ、ごめんね、なんかもうちょっと、あ、もう一個ゆえこイベントがあったけど、あ、見たんだっけ、りょう脳が消えたと思ったら見たんでしたね。じゃあメインの方行きましょうか。待ってよ。掃除さんが仲間に配った。配ってるね。じゃあ、絆がちょっと不足してる人に、と変えるかな。あとは、火の玉、ちなみくんと、王子さんか。まあちょっと、まあ龍馬さんが狙いですけれども。龍馬さんが狙いですけれども、一応ね、絆を上げていこう。これでいいか。おっと。さあ。寄り道をいっぱいするとさ、メインで次何しにここ来たんだっけって忘れちゃうよね。とりあえず、
何しに来たか分からないけど店に来て、いらっしゃい。あ、なんだか美味しそうな匂い。まずは適当に座ろうぜ。何食べよう。すき焼き。食事もいいが、耳はきちんと働かせておくんだぞ。あ、そうだ、こういうとこに行けば情報がいろいろ入ってくるっていうあれだね。ただ腹ごしらえに来たのではないのだからな。しなびくんの方が知っていた、分かっていた。私は豆腐がいいな。今日といえば豆腐料理だろ。こっちでもそういう、そうなのか知らないけどさ。じゃあ私もお豆腐にする。じゃあ肉豆腐。せっかくなんだから別のにしろよ。待って、私が選んでやるから。おい、真面目にやる気があるのか。まあそこでね、耳を大きくしてね、そうそうしてた方が怪しまれるからね。座れ。ちなみに高すぎた。まずは食べろ。お前はまだ若い。明日のために体はしっかり作っておけ。はい、わかりました。部活。部活の光景。ん？最近はこの今日も物騒になったものだ。ああ、江戸から刺客が大勢呼び寄せられているらしい。また名のある者がやられるぞ。それってまさか。俺のことか？あ、あなたは？お、まっすぐ言ったね。単刀直入とはこのこと。なに、慌てることはない。その資格の動きを知りたいのさ。知ってる限りのことを教えてくれ。お願いします。いや、確かに坂本殿のお湯の地を狙うという話はちらほら耳にします。ここ数日前から新選組の豚書が騒がしいとき、あるいは関係あるかもしれん。なるほど。そいつは厄介だな。上様が狙われているという話も聞いたんだが、そっちは知らないか？ええ。追い詰められた長州の老子が上様を付け狙っているという話、毎日のように耳にします。それを恐れた上様は伏せりがちで、政は最小殿に任せたきりだとか。なるほどね。いや、最小殿と上様はもともと折り合いが悪いというの。ちょっとあれだね、皇帝になってからのラインハルトとオーベルシュタインの、あの微妙な関係、外から見た微妙な関係に近いね。そうか。皆さん何でもよく知ってるんですね。いやー、それほどでも。よかったら今日で起きていることをもっといろいろ教えてもらえませんか。いいね、おだてて聞き出す。いろいろ、私たち今日に来たばかりなんです。そうだな、資格とは関係ないが、今噂の種といえば神々殺しだ。うん、神々殺し。ああ、ひどいものだ。どういうわけか神社や寺から神が消えてしまう。前に龍馬さんが話していたことですね。でも神様が消えるってどういうこと？その土地から神の恵みが消えるのだ。作物は育たず、湧き水も枯れてしまう。ただれを恐れて土地を捨てて逃げ出す者もあるという。うん、今日の空気が重苦しいのはそのせいかもな。自分の目で確かめてみるがいい。最近神々殺しにあった清水寺に行ってみることだな。あの美しい清水寺が、神が殺された場所がどれほど広いものか、すぐにわかるだろう。それでどうするんですか。いろいろな話を聞けたけど、まず何をしたらいいのかな。龍馬のことを言えば、幕府の取り方とは別に何かが動いていることは確かだよな。高杉殿のおっしゃる通り、北の天満宮で肩がついたとは思えない。なーに、敵も本気だって言うならこっちが調べるまでもないだろ。敵が動くのを待てばいいさ。そうか、どうせはこちらなのか狙いは。ってでもそれじゃあ、もちろんいつ襲われてもいいだけの備えはしておく。その気構えがあるだけでも違うだろ。確かにね、情報って大事だね。向こうが来る来るっていう、分かってるってこと自体がまず大きな収穫だね。確かに、坂本殿ほどの腕をお持ちならそうかもしれません。あとは神々殺しだね。これがちょっとまだね、謎といえば謎。嫌な話ですね。そんなことをしそうな人間は一人しか思いつかないのですが。え、白夜の最初か。やつならばやりかね。たまみがそんなこと。カタラヘだ。お前はまだやつを信じているのか。呆れたものだ。
神々殺しは深刻な問題です。神の恵みがなくなって神に見捨てられた土地になったら人はその土地で生きていけない。ですがゆげ子、あなたならば神々殺しを解決できるかもしれません。私は？どういうこと？神々殺しといっても神が本当に殺されてしまうわけではありません。おそらく何者かの手によって神の存在が消されたことを神々殺しと呼んでいるのでしょう。神の様の存在を消すなんて、まさかそんなこと、どうやって？神々殺しで使われている、それはおそらく呪詛でしょう。もう呪詛という言葉が出てきたということは、この神々とはあの人たちのことだよね。今回はあの人たちだよね。星の一族に伝わる伝承があります。世界が呪詛に汚された時、白竜の巫女が迷い汚れを解き正常をもたらしたと。そうだよ、歴代巫女たちがやってきたことだよ。白竜の巫女が、もし神々殺しが呪詛のせいなら私に何ができるの？そう、その手でね、呪詛に触れるんだよ。タッチタッチ。ああ、今日が呪詛に怪我されてるの、怪我されるのはこれが初めてではないというよ。かつて鬼の一族が呪詛を仕掛け、今日危機に陥れたことがあったそうだ。その時も巫女が世界を守ったという。ねえ、過去のゆげ子たちのことも語り継がれてるんだね、ここで。白竜の巫女であるお前は呪詛を浄化することができる。呪詛さえ浄化すれば神々は戻ってくる。神々を呼び起こすことができるのはお前しかいない。神々がいなくなったら合わせようみたいに荒れ果てた世界になっちまう。他にどんな問題が起きてようが、これだけはほっとくわけにはいかん。なあ、王女、今日で起こっている神々殺しを解決して神々を呼び戻してくれるかい？お嬢にしかできんことなんだ。できる。あ、これは、神々殺しの解決をしないっていうのはできないのね。サブイベントではないってことね。じゃあやるよ。それが本当なら力になりたい。私にできるかどうかわからないけど、やってみるだけでも。ええ、そうしましょう。君ならできる。私はそう信じているよ。王子様、絆が上がる。よし、どうやら話はまとまったな。神々殺しがあったという清水寺に向かいましょう。おーい。ということでね、神々殺しっていうのは、要するにこれから行くのはさ、あれですよね、いよいよというか、今までずっと説明書でね、すごい今までプレイしたことがない人から見たらさ、死神がいつもの死神じゃないのっていう感じの、ようやく見ることができるかもしれないってことだよ。さ、じゃあ随分西だな。ちょっと戦うか。随分東だな。清水寺は夜ライトアップされてるね。同族生ですか。今もやっとるの。戦わないとまずいのかな。ちょっと絆上げをしたいんですよ。目でとどめさせますか。させませんね。じゃあね、ゴンでいい。俺多分覚悟。坂本龍馬、ここにありってな。よし、か。まだ終わりはしない。よ、俺も続く。よ、続けるぞ。7人、俺からも8人。連鎖術が使えますよ。よし、これ初めて見るんじゃない？いや。皆さんやる気ですね。では行きましょうか。頼みます。任せておけ。八家総王子、すげえ、八家だ。当たるも八家。よくまとまったと思います。あなたがいたからでしょう。総司さんが言うとね。お前と一緒だとなんだか動きやすいな。あ、今回大内さんいなかった。待って、10人技とかさあったっけ。今8人だったけどさ、ハテナ、あ、ハテナ入ったから10人技あるよね。すげえなこれ。
さっきのはこれか、4人たつよ。結構多いのやったね。まだ9人10人がある。もう1、2戦させてもらっていい？逃げんなよ。ついに音量が逃げるようになった。あー、ドリー行っちゃったか。まあいいや、レベルが高いから切る。レベルが高いから切るぜ。坂本龍馬、ここにありってな。まだ終わりはしない。私もいいか。あ、俺からも人たち浴びせよ。連鎖術が使えますよ。どうしよう。別の8人。皆さんやる気ですね。では行きましょうか。わかりました。もちろんだ。なるほどね。よくまとまったと思います。あなたがいたからでしょう。人は条件じゃないんだね。人数が条件だね。体がよく動いてくれました。あなたの指示のおかげですね。さあみんな絆上げてくれ。あと1戦ぐらいさせて。おい、油断するなよ。かまいたちだな。かまいたちに聞くのはゴンです。またこれ。そうそう、雰囲気欲しいから。追撃があったら追撃はお断りするか。坂本龍馬、ここ連鎖術が使えます。頼み。レベルが低い人。あー、低いね。さあ、じゃあここまで、だってこれ回復時間も切りいいのでここまでにするか。今の段階でみんな絆どうだった？満タン。一人満タンだったから、ちなみにこの攻撃はこうするか。あ、ソジさんも満タン。でももうみんな満タンだよね。 OK、 とりあえずこれで。あれ、絆ってこなかなか早く上がったの。そうか、ついいろいろ上がりやすくなったのか、戦闘の中でね。まあ一旦この配置にして、よし、じゃあ切りがいいのでね、ここまでにしたいと思います。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回よろしくお願いいたします。ではでは、失礼します。